ついた兄弟、がっかりしちゃって、hey. そうたまにはそうライフ、俺だってまったりしたいぜ、yeah. だから時間ちょうだい、全部さっぱり未完成、oh. でもさ今日だって誰かのハッピーバースデー、おはようございます。この挨拶で一日が始まります。やかましい貨物列車とバイパス、通りで寝た気がしないはず、服を着替えて出勤、同じルーティン、待ち遠しい休日、この世はレイスに、もう定時、でもまだ仕事残ってし、たかが意見の食い違いなんかでまた泣いてんの、俺だって時には逆らいてよ、抗いてよ、腹がいてよ、でも働いてんの、二足のわらじ履きこなし、夢見るわなび、道は険しいぞかなり、それがアフターファイブラッパー、じゃあ仕事こなしますか、おい、どうした兄弟、がっかりしちゃって、そう、たまにはスローライフ、俺だってまったりしたいぜ、だから時間ちょうだい、全部さっぱり未完成、でもさ今日だって誰かのハッピーバースデー、yeah.出社退社何がソルジャー、やらなきゃ終わらないよこの夜は、右見れば窓際は年配、俺の左死んだ目の先輩、 I don't give a fuck 他人のことは、でも気になるな人事評価が、新しい家新しい先輩は糸通知で島流しらしいし、お客様の言葉は厳しい、お見積もり書は今すぐに欲しい、クレーム処理夜遅くまで社内営業、頭下げてエクセレスと DOC は社畜のための拡張シーだ、課長部長のスタンプラリーじゃ一生来ないね、ストレスフリー、なんでだ、トンネルを抜けるとそこは月曜でした、つーか眠さ半端ねえ、実際休んだ感がねえ、ほんとそれ、まあそれはみんな同じだしさ、確かにもう頑張る気はないか、だから全てのワーカーと就活生、また会おうぜいつかの週末で、誰かのハッピーバースデーおめでとう。